ほう、これはまた壮観だね。オベリア湾か、確かにな。そういや、アドル、お前さん、エステリアに来る前は西の多頭海を目指してたって言ってたな。ひょっとしてここが、どっと、おいおい、島に近づきすぎだろ。これじゃ景色を見るも何も。おい、アドル、さあやろうか。心平らかにして敵を見よ。全ての生死は神々の手中。運命を恐れるな。勇ましく死んだ者は神の国へと導かれる。叫べ、我らが神の名を。まさか傭兵を雇っていたか。盾の壁、突撃、こっちだ先生。ああ、もし俺に引き合い僕剣なんて使えるんですか。確かに後ろのでけえ方のがやりそうだ。決まってんだろ、お仕事よ、お仕事。まあいい、とっとと片付けるぞ。傭兵に手間取るんじゃねえよ。すみません、見た目の割に腕が立つ。なるほど、私がやろう。神への祈りは済ませても出た。あのチビ、そこまでなのか。じいじい頑張るよ、赤城の僕。姫様、お引きください。その者はどうやら乗客のようです。は？すでに船長の身柄は確保しました。こちらへ。なるほど、あれが海賊か。初めて見たよ。やれやれ、巻き込まれちまいましたね。うわ、ビクトル・ラサル船長、なあ、約束したろ、通行料なしでの違法操業次はないって言ったはずだよな。待て、もう二度とやらない。この通り、どうか命だけは助けてくれ。あんたも分かっているはずだ。傭兵まで雇っちまったらもう言い逃れはできないだろ。君、やめておけ。あれはただの海賊じゃない、バルタ水軍だ。
確認をさせてもらう。いろいろと疑問はあるだろうが、説明するのは昨日の続きとでも思っておけ。やっぱ知ってんのか。今度は手加減抜きだ。マナの力どうやって身につけやがった。少なくともアダマス号の時には使ってなかったはず。リラだと、私たちにとっちゃマナってのは形がない力の概念だ。剣に宿れば勝利をもたらし、船に宿れば航海の安全をもたらす。主神ハールに選ばれた者だけがその力を使うことができる。バルタ水軍で使えるのは私と親父だけだ。あ、そんなことお前に。まさかクリーガー。いや、普段はコソコソして普通の武器じゃ何度倒しても傷を癒して立ち上がってくる。こいつらはマナでしか倒せない。もう手も手じゃねえか。とりあえず調べろって言われたことは大体分かった。私はこれで引き上げる。あ、何のために。私はノーマンだ。場合によっちゃ次はお前を殺す。それが嫌ならさっさとオベリア湾を立ち去れ。私でもないマナガの。外れねえ。おい、お前も手伝え。このままじゃいろいろと困るだろ。外れなきゃお前の手を切り落として帰らせてもらうぞ。ダメだ、こうなった以上気は進まねえが。おや、いるかは知らねえよ。やれやれ。確かアドルとか言ったな。手を切り落とされたくなければしばらく一緒に行動してもらうぞ。調子のいいやつだな。私の名前はカージャ、カージャ・バルタだ。バルタ水軍の統領グリムソン・バルタの娘だ。気づいていたのか。早速だけど私はバルタ水軍の司令所へ報告に行く。公安区まで付き合ってもらうからな。
おい、あんまり離れるなよ。スラッと診療所か。腕は確かで、うちの連中も。はーい、どちら様ですか。フレア先生、お帰りなさい。すみません、イブリーズさんのお宅には父が行くはずでしたのに。いやいや、気にしなくていい。それよりミラベル君。はいはい、何でしょう。先ほどから後ろの有名人さんが気になって仕方ありませんけど。うん、まさに彼女のことなんだ。なるほどなるほど。ちょうど今奉仕活動の一環で古着を集めているんです。その中に姫の背丈に合いそうな服があったかも。あれ、どうされました。いや、あんたは私を怖がらないんだな。病人、怪我人、お困りの方は誰でも助けるのが当院の方針です。ロモンだろうと、ミスパニだろうと、ノーマンだろうと同じ。それにそういう事情でしたら協力は惜しみません。ちょっとだけ時間をちょうだいね。よいしょっと。それではどうぞこちらへ。私は別に今のままでいいんだけど。これが上着ね。ここをこうして。ちょっと待て、私はノーマンの戦士だぞ。そんなペラペラな服じゃ落ち着かねえだろ。その必要はない、ミラベル君なら大丈夫。うん、その服と。でもその時そうそう、あなたたちのマナのように。は？場にふさわしい服は時として勇気や自信を与えてくれる。私もこの看護服に袖を通すために誇らしく優しい。今あなたが着ている服にもきっと似た力があるでしょ。姫は今日一日カルナックで過ごすよ。この服はそのための力と思い出をきっと与えてくれるわ。大きな出来事があった時に来た。お前たちはそう考えるのか。分かったよ、着替えりゃいいんだろ。思い出とやらはよく分からねえが。そう来なくちゃ。ご覧、町の人や我々。ちなみにミラベル君はどんな子にも苦い薬を飲ませる名人らしいよ。パンパカパーン。それでは登場していただきましょう。話題の海賊姫から可愛く変貌を遂げたタージャさんの登場です。これが可愛いなのか。ああ、この服にヘルムは合わないらしい。お、こうして着てみると思ったより動きやすいな。これは驚いたね。ミラベル君の言った通りだ。私もちょっと驚きました。さあ、二人ともそろそろ自警団に向かう時間だろう。アドル君、もう出かけた方がいいんじゃないかね。
全員今日の父さん、狼、それより一緒に、なんとなくだけどな、人バシア GK 団が来た。君たち、おお、GK 団の連中か。協力しよう。すごい。でも、あの怪我だが父さん、そうだった。君たち、このままわしらの防衛と、わしはカーペント商会のロメス・カーペント、どうだ、商談に間に合う、そうだ、来る。ダメだろ。なぜだ。あの狼はまだ他にもいる。目先の商談、商売は信用。なんで。そういうことなので、僕たちはおとなしくカルナックへ引き返します。当たり前の子。うちの子供はアシュレさん、あいつらはフジ。やっぱりか、そっちの彼女は。おまけえことは今ね。こんなところで野草とかを取りに来ただけだよ。彼、子供なのに一人暮らしで、けなげだよね。ローザとか神父様とかも。うるさい。町のやつは最近獣が多いからとか。おかげですぐ食われずに済んだじゃない。東大森のところも。別に大丈夫かな。ああ、アシュレは俺がそっちのくれぐれも気をつけて。東大門の親子の巣。
この辺りで休んでいくか。大丈夫よ、きっと誰か助レイ、こっちに来るな。ノダレードお姉ちゃんはいじめないで。そしたアドル、お姉ちゃんは誰？カージャだ。よく頑張った。